ニューヨークイコール吉池亮。29日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価30種の終わり値は、前日比103.97ドル高の 23,940 から68ドルとなり、前日に続いて終わり値としての最高値を更新した。29日発表された米国の7から9月期の国内総生産 GDP の改定値が速報値に比べて上方修正されたことを受けて、米国景気の好調ぶりが改めて意識され、買い注文が優勢となった。また、米連邦準備制度理事会 FRB、が12月に利上げを決める可能性が高まったとの見方から、金利収入の増加が見込まれる金融株が大幅に値上がりした。情報技術、IT、企業の銘柄が多いナスダック店頭市場の総合指数の終値は、87から97ポイント安の6824の39だった。